南アフリカ航空228便墜落事故は、1968年4月20日に南西アフリカで発生した航空事故である。ヤンスマッツ国際空港からヒースロー空港へ向かっていた南アフリカ航空228便が、経由地のウィンドフックホセアクタコ国際空港から離陸した直後に墜落し、乗員乗客128人中123人が死亡した。 この事故は、ナミビア史上最悪の航空事故となっている。事故機のボーイング707から 344C は、1968年に製造番号19,705、675として製造され、同年2月5日に初飛行を行っていた。南アフリカ航空に納入されたのは2月23日で、総飛行時間はわずか238時間の心臓機だった。 機長は49歳の男性で操縦を担当していた。総飛行時間は18,102時間で、ボーイング707では4,608時間の飛行経験があった。しかし、ボーイング707から 344C においては、訓練中で1時間ほどの経験しかなかった。副操縦士は34歳の男性であった。総飛行時間は4,109時間で、 ボーイング707では229時間の飛行経験があった。航空機関士は50歳の男性であった。総飛行時間は11443時間で、ボーイング707では2688時間の飛行経験があった。航空士は44歳の男性であった。228便にはこの他にもう一人パイロットが乗務していた。 このパイロットは26歳の男性であった。総飛行時間は1000時間で、ボーイング707では79時間の飛行経験があった。228便は、ヤンスマッツ国際空港から、ウィンドフックホセアクタコ国際空港、クアトロデ・フェベレーロ空港、グラン、カナリア空港、フランクフルト空港を経由して、ヒースロー空港へ向かう、国際定期旅客便だった。 ヤンスマッツ国際空港からは70人の乗客が搭乗しており、ウィンドフックホセアクタコ国際空港でさらに46人が搭乗した。GMT18 時49分、228便はヤンスマッツ国際空港の滑走路08から離陸した。事故当夜は新月であった。機体は650フィートまで上昇し、水平飛行に移った。30秒後、 228便は降下を開始した。離陸から50秒後、228便は滑走路から5327メートル離れた地表に271ノットの速度で衝突した。墜落時、機体はわずかに左に傾いた姿勢で、4機のエンジンが最初に地面に接触した。墜落時の衝撃により、主翼内の燃料が発火し、2箇所で火災が発生した。 現場は起伏の激しい場所であったため、救助隊が到着したのは40分後のことだった。機体前方部に着席していた9人の乗客が救助されたが、あとに4人が死亡し、死者数は123人となった。事故機にはコックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーが搭載されていなかったため、調査は困難を極めた。 CVR と FDR の搭載は1968年1月1日に義務化されていたが、南アフリカ航空はこれらを調達できておらず、事故機を含む数機にはまだ搭載されていない状態だった。調査からエンジンはいずれも正常であったと推測された。最終報告書では以下のことが事故原因として述べられた。また以下の要因が寄与したと述べられた。加えて、 以下の要因が寄与した可能性が指摘された。この事故及び他のクフィット事故を受けて、連邦航空局は、対地接近警報装置が、このような事故の防止に有用であると判断した。1972年2月に規則が改正され、すべてのジェット機について、GPWS の搭載が義務化された。ありがとうございます。